12月19日木曜日の山陽新聞ニュースです。日本女子プロゴルフ協会は18日東京都内で今シーズンの表彰式を開き8月の AIG 全英女子オープンで日本勢42年ぶりの海外メジャー制覇を果たした岡山市出身の渋野日向子選手が出場時合数や順位に応じて得られるポイント制の メルセデス最優秀選手賞など最多の4部門で受賞しました。地域の観光振興に向け、岡山県や県内の観光関係者らが長年求めてきた瀬戸大橋の通年点灯が2020年度に実施される見通しとなりました。今年度136日と限定的だった点灯日数を 7月7日のクールアースデーを除く364日へ増やす方針で開通から30年余りを経て夜間店頭の大幅拡大が実現します。岡山県は18日、県内で栽培されているイチゴ、美味しいベリーを晴れイチゴの新ブランドで売り出すと発表しました。県徳産の桃やぶどうは主に夏から秋に出荷されており、 冬から春に流通するイチゴを全面に出すことで年間を通じて県産フルーツを味わってもらう狙いです。今後、首都圏などで PR に乗り出すということです。続いて、天気予報です。12月19日、岡山県南部は曇り、明け方まで晴れでしょう。最低気温は5度。 最高気温は14度でしょう。岡山県北部は曇り、ところにより、夕方から夜の初め頃、雨でしょう。最低気温は2度、最高気温は11度でしょう。降水確率は、岡山県南部、午前0%、午後10%、岡山県北部、午前10%、午後30%でしょう。 ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。